が、しおりに寄ってる。これ。しゅ、やっほー。やっほー。しゅうちかわいい。イェーイ。これ、いつだろう。3週間前くらいかな。もう打てない。なんか遠征の時だよ。あくびしゃだ。あう。てっちゃん、やっほー。てんちゃん、やっほー、こんばんは。大丈夫？今日の調子は。どうだい？なし、こんばんは。ゴロリくん、パズルタン、やっほー。オレさん、やっほー。なんだっけ。言いたかったことがあった。あ、12人楽しみにしてるよ。 でもさ、あの、チケットのやつさ、本当に。助かった。あれ言ってくれんかったら一生気づかんかった。 それは水が飲みたい。マロさん、やっほマロさん。見て、ここに読んだ。コバンちゃん、うんちちゃん、うんちほちってさ、星になるん。うんこは星になるぞ。うんちは星になるん。キーさん、こんばんは。お姉さん、こんばんざい。体調大丈夫だよ。お元気だよ。二人で同じさ、仲良し二人でさ、同じ質問して受ける。元気だよん。しおちの配信中。おおお、一周目集まりしてタイム。そう、本当にそれでね、配信が終わってから参集しても間に合う。それでは、この配信は22時10分までしますから。なんか時間になかった。みよち、やっほー。クロさん、こんばんは。レビタン、やっほーい。もう熱上がった。ヒュークルーくらいまでは、は微熱だったけど、多分もう下がった。おお、よかったよかった。はぁ、結構早いね。でも、もっとなんか、結構、何日かもさ、長引くもんなんかと思っちゃった。セミタン、やっほー。チケット買おうとしたら、あれ？あの、このグループと、多分珍しいってなって。目当てグループでバンザイ探してもらう。よかった！よかったよ。残りわずかになってたから、今日ではやぶく買うところでした。あぶねー。いや、本当に助かったよ、あれ。うん、よかった。ポヨンって買わなくて。もし眠たかったりしたら買いそう。やめもだ、やっほー。今日も水をつけてくれて嬉しい。カボちゃん、カボちゃん、赤ちゃんじゃない、カボちゃんだよ。星になったピエ、何それ。ピエって何。ピエって、埋めてグループでバンザイ、ダメなかった。あ、そういうことか。申し込む時ってこと。藤崎ママからフォロー買ってきて。ね、しおりのね、ママをさ、ツイッターさ、しとるんですよ、しおりのママ。でも、ビデオママは、こう、フォローしてきた人で、できるだけ返したいんだけど、なんかママはこう、姉妹となんか関わったことあるというか、人が、をフォロー返すって言ってた。
あとなんか変な人は返さないって言ってたから、で一回ね、毎回こうフォロー来た人の写真を家族 LINE に送って、ショドフミがこの人知ってる、この人知らない、この人知ってる、この人は誰推しだよみたいなことをあるんよなに思う。しゅうくんが元気で、よいしょよいしょ、残りわずか、あ、チョーチポーよ、ヤッホー。今日も辛いかと思ったけど大丈夫、よかった。なんかかわいそうだと思った、かわいそうっていうかなんか心配だった。あの、ね、副作用結構やばい人さ、やばいって言うじゃない。元気、今日もお疲れ様で、ありがとう。ゆうまくんも昨日おしめん誕生日おめでとう。元気100は今はね、何のパーセントだろうかあ、ラジオ元気、元気だよ、ピーちゃん。ラジオが足りるの、あさって、明日までがちょっと治療があるので、あさってからは顔出ます。ちょっと明日はまだこれ、今日は全然さ正直さ、病院行くだけだったからさ、さあメイクしなかったんだけどさ、コンタクトとか入れたけどさ、けどさ、小焼メールに見せた写真めっちゃメイクしてるみたいに写って、やったーと思ってそう、なんかね、入院してないんですよ、普通に家にいるんですけど、なんか選べてどっちにするか、入院か自宅から通うのでいいですよって言われたけど、なんか入院するとリスクが高いから、私は通ってるんです。うんうん。でもちょっとめんどくさい。行くの毎日。これは文句。今日は最新来れてよかったですね。でも昨日遅かった。今日は22時10分まで。だから22時5分ぐらいになったら誰か教えてください。今日は20分間くらい。ちょっと短いけれど。15日新章発表なのに、今の新章、え、どうなんだろう、そうね、え、勝利はさ、これができた時にシムフリ肉って言ったろ、なんか肉みたいじゃない、なんかこの色が、肩のさ、かカニカマでもいいと思ったんだけどカラフル新章とか言いそう、なんかオーソドックスな、強頑張って、えらい頑張ってるのお医者さんなんだけどね、勝利はうちさ、あのやられることをさ、こう受けるだけだていうか自分の誕生日やばいよね、びっくりした。っていうかさ、うちらさ、そこの今回のさカラフルの新章がさ、画像で先出しだとは思わなくて、なんか決まってなかったの、結構撮影は浴衣の日にしたんよ、浴衣の日の午前中したんだけど、1ヶ月前ぐらいかな、だからコアクカラフルシモフリ123、4個になるんだ、でもやばいね、どんだけ、でも一つ一つのさ見れるさ確率がどんどん下がっていく、 25% です。しおりちゃんが他のグループのアイドルさんに挨拶行けってアピールかと思った、なわけないだろそれは実力ってもいいですか、え、それはいいけど、ママがまあ迷惑じゃなかったら迷惑かもよ、でもやりたい霜降りですか、あ、そう、それが言ったの、本当にお肉みたいだと思って、それかさ、アック先生が今日さツイートでさ、クリスマスだって言っててさ、確かに西寄りさ、クリスマスめっちゃ好きなんだけど、新章ってさ、まあ大きく分けて3タイプだけどさ、髪飾りは全員違うんだけど、しおりの髪飾り一番クリスマスだと思う、これ一番嬉しいポイント、しおりが靴と頭がクリスマスってこと、あら、やだ、私変な人だから審査通らないかも、大丈夫だよ大丈夫だよなんかさ、
こ一応怖いからっていうかさ、一回も喋ったことない人とかさ、どんな人か分かんないからさ、知らないっていう。一回喋ったらもうどんな人って分かるじゃん。だからそれで言っちゃおう。変な人認定された怖いので、いや今更じゃない今更だよそれは正直か、変な人だからフォローしない方がいいって言うと思った。M カードたくさん買って職場のみんなに、いいね。あれなんかもうさ、あれみたい、ダンタムブルマイドみたいな感じだよね。なんかさ、正直はさ、そのなんていうの、発売する側の立場としてはさ、自分でこうさ、推し面が出るまでさ引いてねってさ言った方がさ、プロモーションにはなるのかもしれないけれどさ、普通にさ考えてさ、まあなんか近くの人でさ、交換したらいいよって思うけどね。僕はチェキが取ったことある女性をフォローする。そうなの、そういう基準があるのか。油が乗ってでも美味しそうだよね霜降りは肩しか見てない。でもね、栞里たちのね、この2番衣装が一番肩が出てない。厳選されため、うん、そうそう、審査があるから。ランチ禁止枚買った、知らなかった、ありがとう。でもトモキはね、トークポーズして喋ったこともあったし、山梨でもちょっと喋ったからね、え面白い人だよって言った。バイバイまだママにやばいやつだと思われて、え来てない、カボちゃん、カボちゃんの審査送られてきてないかも。ポンタヤッホー、あヤッホー忘れて忘れて、え塩コメントしようと思ってコメントできなかった。ポンタ、ポンタにヤッホー、あらまあ、しおりちゃん、たじもやっほー、元気か、おしお、来たよ、またね、またね、僕も今日病院行ったよ。あんた職場じゃんだってあ、職場の女の子に誰のメモカード欲しいって言った聞いた。うん、じゃあしおり、ほんと、じゃいっぱいしおりを引いてもらってでもさ、どっちかわかんないんだよね、曲絶対にすっぴんつるすべでかわちい。え、そう、イメージ嬉しいけど、正直すっぴんはマジで顔のこんななくなるから、あれどこ行ったんだよ、なんかあれあれちっちゃるヤッホー。その衣装見るとお寿司食べたくなる。美味しいよねもうこれ、あこう絶対美味しいと思う。なんか全部の衣装を食べたら一番美味しそうなのはこれだと思う。昨日の安藤舞香さんめちゃめちゃ寝たから、正直が大変だ正直だってさ、あれで泣いたもん、みんなのツイートで泣いたしかもさ、マイカちゃんって分かりやすく目入るタイプだよね。こんばんは、星集めに来ました、お願いします、どうぞ星集めをしてください。ショーチポはすっぴんも可愛い、いやマジでなんか薄なくなるよね顔が、なんかめちゃくちゃ絶対見せたくないとかじゃないし、まあ別にいいんだけどさ、もメイクしてもこんなに顔が薄いのに素朴な顔つきが目立つ。むしろさん、やっほー、藤崎しおりちゃんだよ。今日本当に仕事に集中できなかった、上がってたでしょ気持ちが。カラフル新装かわいすぎ、てかさ、しおりマジで水色似合うなって思ったんだよねなんかさ、10人と色の CD ジャケットのカラフル T シャツは、あれは運営さんが決めて、いつもだいたい運営さんが決めるんですよ色で。新装じゃない方のカラフル衣装も、今回のカラフル衣装も全部色が同じになったので、しおりとふみとあゆちゃんとさっちゃんぐらいだと思うんですよ。だからどんだけその色のイメージがあるんだみたいな。でもしおり実はこれ水色は、アシガウジャパンの時にアビコさんと話して、私は水色でやっていくって決めたからかなとか思ったり、読まなかったで、どうなんだよシネマ衣装っていや空の色はもう入れよう。じゃシネマの色、 HK こんばんは。M カードがランダムだったら、え、ランダムじゃねえ、わかんない、どうなんだろう、決めれるのかな。あ、でも18って書いてあるか、ランダムかと思ってたけど確かにえ、まあたくさん買えますが、いいね、布教して布教して、そしたら嬉しい。ふーちゃんやっほー、こんばんは。最近しおりちゃんのショールームを見に来てもホットケーキって呼んでくれないから寂しい。確かに呼んでない、ホットケーキ私悪いよ、カアンテラ自信者とかもさせてグループさんのライブとラクビ、何予感、悪い予感って、何気になる。
M カード強みが買うチャンスはありますか？わからん。どうなんだろうね。オンラインやるのかどうかじゃだよね。あった方がいいから。ランダム確定な。マジでわからん。うちらも知らん。本当に、詳しいことが知らないままツイートなされたから、もちろん、でもいつもなんだけどね、これは。そう、あれ、あれ、あれ、どういうこと？みたいな。僕は一回、まあ、真面目って思うけど、会うたびに変な人。確かに、それはそう。でもさ、なんかさ、変な人だけどさ、別に迷惑かけないからいいんだよ。ってこと、ランダムかマジでわかんない。本当にうちらも何もわかってない。とりあえず5万単位で買うしかない。ランダムだったらそうする？ M カードランダム、わかんない。もしさ、自分でさ、決めれるんだったらさ、もしさ、その日にめちゃくちゃ勝利おじさんが多かったらさ、なくなったりするのかな？わかんないけど。山梨からもう1ヶ月以上経ったじゃんだね。ね、そうだ。早いね。確かに1ヶ月経ったのか。また会おうね。絶対。楽しかった。話すの。M カードランダムかマジわからん。そろそろバイバイするね。バイバイ。藤子さんの料理ツイートとヘッダーか。好きです。途中で。これさ、ママに送っとくね。もうスクショしたんだよね。ヘッダーなんだっけ、ママの。ちょっと思い出せない。修理昨日行ってほしかった。しょうがないけど、修理も行きたかった。いや、マジで、ね、普通に冷房休むっていうことだけでね、マジで死ぬほど辛いんだけど。しかもさ、メンバーの誕生日とかも、なんでそんな素敵な時に入れるの、マジやんだ。アディダドクソクなんて言っちゃう。永遠に言ってたよ。泣きすぎてってこと。水色めっちゃ、いや、マジで似合ってるよね。この水色の衣装、めっちゃ可愛いんだけど。なんかメンバー、なんかベースは水色で、それは裏のカラーが紫みたいな感じで、一人二つ色が振り分けてるの。なんか、何々カラーの裏が何色？しおりは水色、ブルーパープルっていうやつ。なんかね、英語でね、組み合わせてある、一人一人。ゆなちゃん、ヤンホー。昨日地面呼吸しながら子供と友達と友達、今日生まれましたって。何それ？新章かわいすぎて、やりすぎて早く、マジでさ、早く見てもらいたい。これ今回の新章は髪飾り自由だけどね。このね、撮影もね、1日2日前とかで、髪飾りで、ね、ちょっと気合い入れれなかった。おやすみカフェオレさん。ジョニーちゃんは美女に来るかもしれんから。マジ楽しみにしてる、会えるの。かもっつってのに、もう会える気持ちでいるからね。わからんかったランダムって話はしない方が。わかった。山梨イベントはマジやばかったよね。超熱かったけど楽しかった。1000を買い上げて得点が1枚だったらとカード5枚が。確かにね。確かに。ちょうど。そういうことか。1枚が1200円だからってことか。ありがとうございます。ありがとう。めっちゃ気になる。痛かった。なるほど。背中側も、そうそう。マジでね、竹とかも可愛い。これはね、本当に上半身しか映ってないしね、扇子みんな持ってるからさ、見えない。ハンナちゃんとかね、もう3割しか見えない。でもまさかね、この撮影がこのカードになるとは思ってなかった。勝利あと少し、本当だ！ということで、この後は、リムさんの星をお願いします。やば、語彙力ない。リムさんがイベント配信してるので、お願いします、星。今日の4幕目が11時58分だ。そう、昨日ね、リマさんと夜 LINE したから覚えてる、一緒に。ギリギリを攻めていくっていう感じで。皆さん、応援お願いします。さっきみんなは58分な、配信が始まったら、こう全色投げ、オレンジ色から投げていって、多分全色投げたぐらいには2分経ってるから、オレンジが10個集まる計算。勝利君、おやすみなさい。おやすみ、かぼちゃん。お疲れちゃん、ありがとう。ということで、今日の話は終わり。なんか言うことあったかな。そうだ、なんか遠征の告知とか、大抵が出てるやつ告知しよう。星集めます、おやすみなさい。よろしく頼んだぜ。はるくわちゃん、いつもぴょんぴょん星投げてる。 投げてると。あと、この前のさ、池袋のさ、自分の時めちゃくちゃ目の前だったから、超見ちゃったら恥ずかしがってて可愛かった。ふーちゃん、お疲れ様でした。ありがとう。お前もおやすみ。お疲れ様、ありがとう。プルプルありがとう。
うまいもん、お疲れ様、ありがとう。ジロ、おやすみ、もりもり。じゃあ、おやすみ、もりもりちゃん。あっこ先生、あっこちゃん、あっこちゃん。バイバイ。皆さん、この後、星を集め、今から集めたらね、全然参集できるので、今さんに参集、お願いします。翔太、こんばんは。高雪さん、こんにちは。ということで、終わりちゃん。バイバーイ。